こんばんは。ん？こんばん。こんばんは。最近インスタの更新がずっとできてなくて、なんかカレンダーみたいなのアーカイブのカレンダーを見ると15、16、17、18、4日間インスタの更新ができてないです。で、これは7月もあって、7月は3日間、まさかの今月は4日間、その前は去年の11月のこの辺3日間なんで、でも半年に1回ぐらい SNS とか全く開けなかったり見れなくなっちゃう時期が来てしまって、7月ってか YouTube 上げる時がいつもなんかこのタイミングすぎてそのインスタ開けなくなった時にばっかりその横動画載せてるから、なんか YouTube が暗い動画ばっかりになってるんですけど、なんかね、そうでもなんか、またみんなとお話ししたいと思った時に私らしくこう伝えられる場所が一番 YouTube か横動画が話しやすいので毎回こうなってますで今はベッドにいて近すぎてちょっと何も見えないと思うんだけど、ベッドにいます。で、このちいかわのぬいぐるみは少し前にゲームセンターで撮ったちいかわです。で、インスタ更新できてない時もみんなが DM 送ってくださったりメンションしてくださったりしてて、すごい本当にありがたいなって、本当に本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいです。そして今この動画を見てくださってる方にも本当にありがとうの気持ちでいっぱいです。で、話が全くまとまってないからね、全然わかんない、この動画を載せるかもわかんないし、載せてもみんな誰が聞いてくださってるかわからないんだけどなんか、なんだろうな、いつも以上に誤字とか脱字っていうか、そのミス、とにかくミスが本当に重なってしまったんです。で、本当にみんなにも目をかけちゃったし、紹介する商品にもすごい、なんだろうな、迷惑っていうか、会社さん、そうですね、ちょっとごめんなさい、私本当にお話するのも下手でそう、で、なんか何しても間違えてしまうから、すごい自分に自信がなくなって、なんだろうな、怖くなっちゃって、本当に話が下手で申し訳ないんですけど、本当に使ってよかったって思って紹介するのもそうだし、まあ、PR だとしても PR の向こう側には人がいて、商品を作ってくださってる方がいて、で、あまりまだ知られてない商品をみんなに広めるっていう意味でも、まあ、知られてる商品もだけどね、より一層みんなに知っていただく、してもらうっていう意味でも、そこで間違えてしまうっていうのはなんかね、私自身がとっても悲しいんですだったら間違えるなっていう、確認したらいい話なんですけどね、どうしてもね、
今月はそういうのが重なってしまったなと反省しています。そしたらなんか今私がやってるインスタグラムは12万人の方がフォローしてくださってるんですけど、その12万人の方が全員がね私の投稿を見てくださってるわけじゃないと思うんだけど、まあその12万人の方に届けるってなった時にこんな間違いとかミスばっかりしてる発信を届けるのが申し訳なくなっちゃうっていうか、なんか本当自分が自分で信じられなくなっちゃって、毎回みんなに助けてもらって謝ってっていうのがダメっていうか嫌とかじゃなくて、すごいそれは本当にありがとうっていう気持ちで、もう本当に私は恵まれてると思ってるし、ありがとうってみんなに思ってます。だけど、なんだろうな、そこで済ませられない自分っていうか、その出来事、やっぱ一回迷惑かけてしまったとか、信頼を失ってしまったっていうこともあるし、まあ自分自身が本当に悲しくなってしまうんですね。だって、みんなのこと大事だし、その商品のことも大事だし、投稿一つ一つ、本当に、自分なりの精一杯で作ってるつもりだから、なんか自分の中では自分が適当じゃないからこそ間違えてしまう自分に悲しくなってしまう。だからなんかちょっと怖くなっちゃったんです、何か載せるのが。でも分からぬそういう時もあるよとか、そうなんかまた確認していけば大丈夫だよとか、みんなで優しい方に教えていただいてちょっと謝って直していくっていう形もあるし、けどあまりにも続いてしまったから今月ちょっと気持ちを立て直すのに少し時間がかかってしまいました、私が。そうで、そんな感じです。うまく言えないんだけどね、なんかなんだろうな、すっごい私不器用っていうか、うまくなんだろうな、器用に効率的にとかなんだろう、うまくそうなんかね、いろいろするのが結構下手なんですよね。わかんない、みんなそれなりに難しいと思って一生懸命やって、本当にみんな皆さん努力なさってるからこそのっていうのはあって、私の不注意のなさっていうか、なんだろうな、頑張りが足りてないっていうの、努力不足っていうのはあるかもしれないんだけど、とにかくいろんなことがすごい下手なんですよ。だから個人的には人よりも全部が時間がかかるタイプだなと思ってます。だからこそすごい努力はしてるつもりなんですけど、だからなんかわかんない、でもそういうの言い訳にしたくなくて頑張ってるけれど、どうしても難しい時があるっていうかね、やっぱり落ち込んでしまいますね。どれだけ自分のことを分かってていて、こういうのが苦手とかこういうのは不得意、一緒だね。で、自分のことを分かっていてもどうしてもそんな自分を認めたり受け入れることが難しい時もありますよね。あるよね。あるんです。あって、どんだけ私が努力しても届かないものがあるっていうか、私がやっと頑張って普通になれるっていうか、それ以上にいけない感じ、どこまで頑張ればいいんだろうみたいな感じで、すごい辛くなって何もできない感じでした。本当に多分ただ言い訳やってる動画なんだけど、これ大丈夫かな、近いし、なんかもうプリアしか見えてないよね。
そうね。みんなは元気ですか？毎日無理してないですか？なんか、うん、ね、みんなも元気かなとか大丈夫かなって、今日もよく眠れてるかなっていつも考えてます。うん、なんかいろんな SNS も普及してるしさ、こう知りたくないことを知る場面も増えたと思うし、いろんな情報がこうバーって入ってくる、来てさ、人と比べちゃったりとか、こう頭がずっと忙しくなっちゃう時とかあるかもしれないんだけど、そしてこうやって私は SNS 発信をお仕事にしてる私でさえもこんなに開けなくなっちゃうぐらいの向いてんだから。ね、そう、でもさ、ね、そういう時はもうあってもいいんだよね。そう、いいのよ、いいの。自分の心に素直になったり正直になったり寄り添うのすごい難しいんだよね。頑張ってない自分を認めるのもすっごい難しいし、本当に難しい。なんかこれでいいんだよって自分に言うのって本当に難しいなって思います。でもだからこそ、なんかそういう時もあっていいんだよっていうのをみんなに本当に届けていきたいし、伝えたいし、うん、意識、そう、いいんだよって自分にもね言いたいなって思います。一日の半分ぐらいをベッドで過ごしてるんですけど、今日は歯医者さん行ってお風呂入ってお風呂の掃除して洗い物できたのでもう十分です。今日の私的には、明日はからちょっとずつ生き直していい年末迎えられるようにしたいなと思います。みんなも今忙しい時期かもしれないんだけど、無理せず体調に気をつけて過ごしてください。最後まで見てくださった方ありがとうございます。